スタディを出品した。マルチェロ・ガンディーニがデザインを手掛けたこのプロトタイプはフルビアの後継ラリーマシンを探していたランチアの目に留まり、72年ラリー専用マシンとしてデビューすることになる。これがランチアストラトスである。ストラトスの素性はホイールベースとトレッドが全て物語っている。ホイールベースは現代の軽自動車よりもはるかに短い2180mm にもかかわらず、リアのトレッドは1457mm あり、これはほとんどスカイライン GTR に近い。つまり牧場の回答性と悪夢のようなシビアさを兼ね備えた車がストラトスなのである。ボディは防犯溶接による強固なモノコックフレームに FRP の外板を貼り付けた。フレームの構成はラリーの現場でメインテナンスがたやすく行えるように考えられており、前後のボディタウルはそっくり取り外すことができた。シート背後にミッドシップレイアウトされるエンジンはフェラーリ D の E46GT に積まれたものと同じ 2.4 リッター V 型6気筒 DOHC、 最高出力188馬力、最大トルク 23.0kgm というスペックは、およそ980キロというボディを時速225キロで走らせることが可能だった。このストラトスの戦闘力はまさにランチアの期待通りだった。1974年のサンレモでWRC に正式参戦するや、いきなりデビューウィン。以降も圧倒的な速さで勝利を獲得する。結局ストラトスは74年、75年、76年とランチアに3年連続のメイクスタイトルをもたらすのである。ストラトスはホモロゲーション取得のため78年までに500台余りが生産された。現在オリジナルのストラトスは蝶のつく貴重なコレクターズアイテムである。